で無課金編成でどこまでできるか。少しずつじゃが検証していくぞ。レベル20も混ざっておるが十分働くゆえ問題ないぞ。ドローンが特殊じゃがまあよかろう。覚醒ムートはできるだけ組み込んでおくぞ。まだ序盤じゃが、結構大変じゃから気を抜くでないぞ。都合でニャンコンボ枠目ぬから資金の準備が攻略の鍵じゃ。ゴマ様が2体出てきておるが頑張って働き猫のレベルを上げるぞ。大狂乱の暗黒じゃが、お値段以上の仕事をするで足止めをするぞ。おっそうじゃった、倍速開始じゃ。暗黒がやられるようなら大狂乱の島を出して時間稼ぎじゃ。衝撃波が来るまでに資金を十分用意して、先行してくるイノシャシたちを迎え撃つぞ。この時働き猫のレベルは3じゃ。イノシャシだけになったら働き猫のレベルを一気に上げておくのを忘れるでないぞ。わらわら忘れたがな。おっと衝撃波じゃな。このレベルで攻略するにはちときついキャラが出てくるんじゃが、時間がかかるゆえよく見ていてくれなのじゃ。奥にいる黒沢と鉛ケモルル2体がなかなか倒せぬ上に、島以外はワンパンされるからキャラの出し方には注意じゃな。大型のウルルンで最古のザマじゃ。島を中心に出していって、時々天空で攻撃するように立ち回れば問題なかろう。時々出してる猫たちは万が一の足止めじゃ。島を出しつつ天空で範囲攻撃。あとは大狂乱の向き足を使うのもありじゃ。1回でいいのでとりあえず攻撃じゃな。ああ、それとケスリーのやつなんじゃが、とうとう半グレになってしもうた。今ではニャンコ基地に引きこもってゴロゴロしておるぞ。わらわもガオもなんとかしてみたんじゃったが、なんでもかんでも薬剤のせいにするで困っておるんじゃ。まあしばらくはわらわがまんじゅうで実況するで、それで許してたも。話は戻すがスペックに差があるため星2になると無課金攻略は困難を極めるぞ。レベル30って縛りも結構効いておるでこの先どうなるんじゃろな。黒沢を倒しても2匹の最強の獣は健在じゃ。ここから先もゆっくり倒していくしかないで時間はかかるが堪忍じゃ。倒したのを確認したら覚醒ムートで一気に終わらせるぞ。これでまた一つステージが片付いたわえ。ご視聴いただきありがとうございました。にゃーはっはっは。素晴らしい。